こんにちは、ちか先生です。今日のクイズ、はい。ネットで服を買ったところにそれに合う靴も買った。ネットで合う服を買ったついでにそれに合う靴も買った。ところに、ついでに、どっちでしょう。はい、ネットで服を買ったついでにそれに合う靴も買った。はい、当たりましたか？大丈夫ですか？はい、じゃあどうしてついでにかっていうと、ついでにのこの前ですね、前がすること、メインですることですね、メインアクションで、ついでに、だからついでにの意味はプラスアルファです、うん、これはあってもなくてもいいんです。本当はこれが一番重要な大切なメインのことですから。でもこれもしましたから、まあプラスアルファでこれもしましたっていうことですね。だからネットで服を買った、これが一番大切な重要なメインのことで、まあ服を買いましたからプラスアルファで靴も買った。靴は買わなくてもいいけど、まあ、プラスアルファついで、はいですね。ところに、ところにっていうのはね、ところに、まあ、何々ところに何々、例えば何々ところに、これが考えなかったこと、びっくりすること、え、なんでって思うようなこと、考えなかったこと、あ、起こるんです。考えなかったことが起こります。例えばそうですね、あ、じゃあちょっと練習しましょうね。はい、じゃあ練習、それじゃあちょっと漢字の練習しましょう。はい、この漢字は何？はい、図書館で、していたがいいかな、していた、勉強ですね、勉強をしていた、キャー、はい、母来た、はい、これどうですか？図書館で勉強していた、母が来た、これついでに、ところに、どっちでしょう。はい、これ分かりやすいですね。ところに、図書館で一生懸命勉強していったら、あ、お母さんってびっくりするでしょ。そんな時ですよ、ところに。はい、じゃあもう一つどうしようかな。じゃあまた図書館ね、図書館、漢字が大変図書館に行く近くの友達の家に寄る。はい、これどうですか？図書館に行く何々近くの友達の家に寄る。寄るはですね、ちょっと行くこと、長くそこにいない、ちょっと挨拶ぐらい、それが寄るですね。で、図書館に行くところに、ついでに、どっちでしょう。はい、これはついでにですね。これね、図書館に行くのがメインのことで、友達の家に寄る、だからちょっと挨拶だけ、まあ、これもまあプラスアルファですね。あってもなくてもどっちでもいい、これがついでに。はい、ちょっと意味が違いますね。はい、
じゃあ復習しましょう。ネットで服を買ったついでにそれに合う靴も買った。図書館で勉強していたところに母が来た。図書館に行くついでに近くの友達の家に寄る。はい、大丈夫ですか？それじゃあ今日もありがとうございました。またねー。